日本ニーハオ。ニーハオ。めちゃくちゃ綺麗。すごい。バルタ島だ。旅する足。メルハバメルハバメルハバー。こんにちは、旅する足です。ですね、今日は旧市街の方に行きたいと思います。まあ、イスタンブールっていうのは旧市街、新市街とあとはアジア側に分かれているんですけど、今私たちはアジア側の地域カドゥキョイというところにいるので、ここから電車に乗って、旧市街に向かいます。海を渡るの？電車で。電車で海を渡ります。旅足。Just one card. One card to other two people. Okay, lira. I'm scared, but how do I go? You want lira? I'm okay. Just one go. Lira. Istanbul card. Istanbul card. Okay. White. Kartınızı, kart yüklemeniz gerçekleşti. Thank you. Thank you so much. すごいあれしちゃった。警戒しちゃった。詐欺と親切は紙一重だから、ちょっとわからんよね。ごめんなさいだね。ありがとう。ごめんなさい、ありがとう。放射状に道が広がってる。旧市街の中心あたりなのかな。いや、中心あたりか。グランドバザールの近くにやってきました。なんか右も左もモスクばっかやな。本当だね。うん。かっこいいな。人もなんか急に増えたな。ね。ちょっとやっぱ観光客っぽい人も多いし。さっきの通りずっとおじさんばっかだったけどね。おじさんすぎだったけど。おじさんがさ、至る所にカフェとかご飯屋さんにみんな座ってたけど、うん、あそこかな、あれ入り口。ほんとだ。やばー、なんかすごいすごい人だな。やばい、うん、懐かしい。懐かしい、うん、5年前に来た。5年前に来たよ。あ、でもここの近くのね、とこに泊まってたの。おいいとこ泊まってんな、おい。いや、でもドミトリーだったから。あ、そうなの。うん、多分コロナとかでなくなっちゃったのかな。全然調べても出てこないもんね。あ、ドライフルーツも売ってるね。ああ、高田純次はドライフルーツ食べて、うん、これはみずみずしくて美味しいですねって言った。やばくない？センス良すぎじゃない？やばすごいかっこいいね。城壁みたいだね、うん、なんかあれやってるんだ。これなんか元々城壁だったのかな。ではないか、うん、そうなのかな。オスマンの時のあれとか、みんなプープー言っとるけど、あれ何を探知してんだろう。なんかあんのかな。ブーってなるんじゃん。もう迷子になりそう。あ、すごいでかいね。え、これめちゃくちゃでかい。やば、奥ずっと続いとるよ。どう、とりあえず向こう行ってみる。世界で一番ぐらいにでかいんだよね。そうなの。確か100本ぐらいあるのかな、通りが。60何本かな、すごいある。やばい、聞いたけど。絶対迷子になる。昨日会ったお姉さんがさ、もう迷子にはならないでねって言ってたけどさ、もう絶対迷子になるよ。昨日会ったお姉さん、カイ君とも喋ってたし。ミートアップの時か。あ、そう、ミートアップ。あ、これはね、同じとこ戻れんよ、絶対戻れんよね。100迷子。綺麗だな、なんか綺麗。涼しいね、ちょっと涼しい。なんか、あの上があるから、うんうん、でも窓開いてるからさ、エアコンとかは効いてなさそうだよね。あ、風があんのか。うん、風がめっちゃいいね。あ、
生ゴミ今お店の人に急に生麦生卵って3回連続で言われたっていうね。お前も言えるのかって早口言葉絡みがあったね。トルコ人のお店の人。おもろすぎる。新しすぎる。新しいな。ほんと綺麗だね。ああ綺麗。もうずっとツートンになっちゃう。めっちゃ可愛い。おおこれも可愛い。めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い。やばい。重いね。うん、そんな重くない。あ、すごいね、全然色が色々。茶碗みたいなね。かわいい、うん、こういうのお土産とかにめっちゃいいのにな、うん、かわいい。何も買えないよ。あの蓋付きのもかわいい。あれ、ハイガラス。なんかこれ、あれ塩コショウとかじゃない。あ、上からか。いい、めっちゃかわいいじゃん。これなんだろうね。これ、お玉とか置くやつ知らんけど。かわいい。うん。バクラバ。あんまりこういう主食も食べたいと思えないんだよね。うん。What is this? This Turkish light. Turkish light. Light. Chai. Chai chai.Oh, very good, very nice. グラバ？あ、これ。あんまりこういう主食も食べたいと思えないんだよね。うん、意外と美味しい。うん、美味しい。みんな思ったより甘すぎんかった。うん、Try this one, excuse me. This one? Looking pistachio, hazelnut, almond, chocolate. Wow, a lot. これを切ったやつよ。I give you mix, no problem. What is this? This blackberry.ブラックベリー。Yes, you can try. これはチョコレート？ Yes, チョコレート。Yes, すごい。Where from? Japan. Japan, ni hao. No, ni hao. Not ni hao. Konnichiwa. Yes, yes, yes. Anisio? 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 It is Korea. Korea. Konnichiwa. Konnichiwa. さっきのは1キロ。うん。1000トルコリラぐらい。ディスカウントされて700ぐらい。高いね。高いね、あれ。うん。1キロもあんなん食えんよ。ちょっと甘すぎて。重すぎて。お土産とか、うん。あ、こっち行ってみよう。100人分ぐらいあるっちゃう、1キロ。あるね、あれは。かわいいね。なんかランプ型のもある。めちゃくちゃ綺麗。あ、ちょっとでもああいうエクソジックなさ、部屋作りたくない、家に。エキゾチック？エキゾチック部屋。ねえ、俺はいいかな。かわいいじゃん。我がいいかな。かわいいのに。あ、このさ、目玉のやつは魔除けらしいよ。知ってる？買う人多いよね。あの、今泊まってるエアビーにもついてた。あ、ほんと？うん。なんか、たくみなさんのとこ買ってた気がする。あ、ほんと？あ、ここにも目ついてんだ。うん。でも可愛いよね、確かに。うん、トルコティーのやつ。あ、本当だ。コーヒー。コーヒーですよね。あの、寿司に。ハロー。ハイ。Good, thank you. これなんだろうね。これもコーヒーのやつかな。分からん。2段で沸かせるの。ティー、ね、確かに。面白い。可愛い。トルコ好きにはたまらないやつ。うん、これ。うーん、これなんだ、これも。え、なにこれ。これは。ブラウニーチョコだ。ん？ブラウニー。ブラウニー。ブラウニーって何？ブラウニーって。ブラウニー。へー。これもキノコ。ほんとだ、キノコの形。なんか毒々しいキノコ。ちょっと変なキノコ。これも美味しそう、なんか。ラズベリー系かな。今、男の子がこれ普通に取って食べてに歩いてたけど、そういうもんなのか。ね、勝手に味見というか、一本ぐらいならいい。びっくりしちゃった。シーシャ。シーシャ。ちっちゃいのもあるね。最初はビッグサイズ。
外に出てきたよ。ね。いい Wi-Fi。あら、なんだここ。行き止まり？あれ。カフェだ、カフェ、うん、行き止まりだね。あ、すごい、なんか雰囲気いいね。ほんとだ。スプレーかわいいんだけど、うん、グランドバザールから出てエジプシャンバザールの方に向かっております。この通りもいっぱいいろんなお店があるね。すごいね、ここの通り。ご飯屋さんがいっぱいある。人もいっぱいいて、謎の場所が現れたので行ってみたいと思います。おお、店だらけやん。すごいね、ひしめき合っていらっしゃる。ここはなんか結構女性が多い感じがするんだけど、女性物が多いのかな。こういう洋服とか結構売ってるのかな。あ、すごいすごい、エレベーターから見えます。すごい、何階やんの。これ結構上の方だね。6階建てだ、結構上の方やったんやな。トウモロコシよく売ってます。ね、あとあのチェストナッツ。ね、チェストナッツ。栗？栗か。うん、栗だ。わあ、すごいよ。はい、これ人がやばい。やばいね。人だらけ。前行っても横行っても、でも、ここに行ったらエジプトの、エジプトのバザールがある。あっち行ったらエジプトのバザール。スパイスがいっぱいあるところ。スパイスがいっぱいあるところ。あ、カイ君、靴下。うん、アクセサリーの卸売りが多い。もう全部そうだね。うん、これ全部そう。うん、これがエジプシャン。お、ここはなんかだいぶ前にできたらしいんだけど、うん、なんかリノベーションされたらしい。2013年から18年ぐらいで。あ、そうなの。うん、スパイスの匂いすごいね。すごいよ。なんかでもパッと見の中身はさっきのとこと似てるよ、ね。あ、一緒だよ、一緒よ。ただスパイスがちょっと重たい。バザール、うわ、なんかモスクが綺麗な。めちゃめちゃ鳩じゃん。てかあれガラタ橋もしかして。あっちの町めちゃくちゃ可愛くない？ガラタ島だ。可愛い。すごい可愛いね。ここまで出てきたんだね。うん。うわ、すごい人だ本当に。ほんと町が可愛い。可愛いね。本当ヨーロッパ。もうヨーロッパね、本当に。でかい。すごい綺麗だね。忘れてる。どんどんこっちは船が着工してくる。そしてこっちを見るとモスクがあっちにもあっちにもございます。すごいね。すごいよ。洞窟みたいっちゃう。洞窟みたいですね。すごいね。うん、あ、ホテルなんだ。これ、あ、本当だ。やばー。今日はですね、アヤソフィアに来ております。マリナはどこだ。ここにいた、ここにいた。入ります。朝は行列がほぼない。今9時ぐらい、ね、9時にぴったり、ちょうど空いたとこ、うん、空いた時間と一緒に来たらもうそのままさーっと入れそう、うん、ね、こうやって寄って、これを折って、うん、トレンドとしてはもうちょっとこれを、うん、まあ、そうそう、トレンド最近のトレンドね、うん、
こうやってやって。ちょ、なんかやりにくいな。ポイントがあるんだよね、うん、トレンドを抑えてる。はい、くんはインドネシアでちゃんとやってるとこを見てきたから。こういうフード付きのカッパ付きのタイプが買えるんだね。借りれんのか、フード付きのカッパみたいな買ってるんだよ。確か頭だけですよ。なんかちょっとね、視野が狭まる。うん、はーい。もともとキリスト教ですからね。ここは2年前まで博物館だったんですけど、今の大統領がまたモスクに戻したそうでございます。うん、ここに普通に行きます。 YouTube で足の匂いがするって言ってたけどするね下ね、開けた瞬間、うん、乗った時は2回も登れとったらしいけど、今モスクになって登れなくなったみたいな話聞いたけど。猫が水飲んで出口から。出口からブルーモスクが見えます。ブルーモスクのミナレットは、ミナレットってあのこう立ってるやつなんですけど、あれは6個あります。ちなみにあのセチメカのモスクにはもともと6本だったんですけど、でこっちが建てるときに6本になっちゃって、なんかその聖地と一緒だとちょっとね、やっぱ権威とかのなんかがあるから、1本メッカの方に送ったっていうのが言われてるそうです。木がね、めっちゃ可愛いの。もうね、キノコの山のキノコと、あれはブロッコリー。絶対ブロッコリー絶対そう。確かにブロッコリーだわ、これは。あの花の形も可愛いね。ね、モコってしてね、うん、丸っぽくなって、うん、で、こっちは絶対ブロッコリー。9時半でございます。すごいね、こんなにすんなり入れてる。綺麗だね。ブルーモスク内にも、ほら、猫ちゃん。本当。かわいい。旅足。ありがとうございます。トルコで初トラムに乗りますね。登れません、私たちは。いいね。すごい気持ちいい。